こんにちは名古屋の伊藤です今日のこの動画では肝臓の循環についてお話をしていこうと思います。そしてね、肝臓の解剖学も少しだけお話をしていこうと思います。まず肝臓の解剖っていうのをサクッとやっていこうと思います。肝臓、これ前側から見た図なんですが、こっちがね、右側ですね。こっちのことを肝臓の右腰と言います。そしてこっちが肝臓の作用というんですね。 これはこれざっくりした感じでここのことをちょっとねなんか仕切りがありますよねでここのことを釜状肝膜と言います釜状肝膜と言うんですねでこれ後ろから見た図ですね肝臓を後ろから見た図なんで今度はこっちが右側になってこっちが左側になります で若干ちょっと変わってくるのが、これね、黒で書かれたここのことがね、肝臓ね、つないでる結合組織なんですね。肝臓っていうのは横隔膜に包まれてるんで、横隔膜と肝臓をしっかりつなぎ止めておかないといけないんですね。で、それをつなぎ止めておく、ここのこと、ここのことを、右三角肝膜と言います。 右三角間膜ねそして左側にもこういうね三角形というか、まあ、角度がついた、ね、結合組織の部分があるんですがここのことを左三角間膜と言いますこんな感じでね他にもまあこんな感じでね感情感膜っていうところがあるんですけど。 こんな感じでいろんな結合組織によって肝臓っていうのを横隔膜とビチッと引っ付けられているんですね。で、他にもちょっと関連組織がありまして、この緑色のやつが胆のです。胆のそしてここ、まあ切れてますけど、この緑色のやつがずーっとこっち来て、これね、この部分のことを相胆管と言います。 相ね。でこの部分この部分のことを相感感と言います。 相棺関とは違いますからね。相棺関っていうのはこっちの部分です。相関関っていうのはこの部分のことを相関関というんですね。この相関関ここで分岐してますよね。ここに分岐しています。これ何というかというと、これ棺棺と言います。右と左があるんですけど、棺棺です。 と言うんですねでこの2つの血管については後でも詳しく出てくるんですが動脈の方が固有肝動脈と言いまして青色の静脈の方が門脈と言いますちなみにこの静脈のことが下大静脈ですね下大静脈ですでは肝臓の 循環に入っていきましょう肝臓の循環っていうのを血液供給血液が流れていくにはパーセンテージがありましてだいたい25%ぐらいがえこのあと出てくる動脈系なんですね動脈で75%ぐらいっていうのが静脈系と門脈ですね門脈っていう静脈です では、その肝臓に関する循環を見ていきましょう。で、この動画を見ていらっしゃる方っていうのは、おそらく肝臓とか腹部の動脈とか解剖に少し詳しい方だとは思うんですが、これは100%正確な解剖学ではありません。特にこの動脈っていうのは本来こっち側にあるんですが、絵の都合上、これ左側に今置いています。で、これをまあシンプルにしたモデルですとね、解剖に100%忠実というわけではないので、ご了承ください。 で、この動脈。この動脈のことを副大動脈というんですね。副大動脈がずっとこっちからね、心臓の方から血管が来て、で、まあ、この副大動脈で大きい分岐があります。こうね、ものすごく大きい分岐があるんですが、この分岐のことを腹腔動脈と言います。腹腔動脈ね。で、この腹腔動脈っていうのは3つの分岐に分かれています。 一つが胃、e、の方にこう血液を送っていく左胃動脈というのになります。左胃動脈ですね。でこっちに行って脾臓の方に動脈を送る動脈のことを非動脈と言います。 非動脈ね。で非動脈からす膵臓の方にもね、えー、分岐を送っていきますさらいするとそして今日のメインになっていく肝臓の方にど送っていく動脈っていうのが相関動脈と言います。 動脈と言いますで大事なのがこの相関動脈っていうのが二手にまた分かれていくんですよ腹腔動脈があって左動脈があって非動脈があって相関動脈っていうのがあるんですね相関動脈がまた2つに分かれましてこっちはね e 1に指腸動脈っていうの行きましてこれ相関動脈ね e 1に指腸動脈っていうのがあってここのことを固有感動脈と言います。 固有感動脈ね。で、固有感動脈からまた2つに分かれるんですね。で、これ、左の肝動脈だったり、右の肝動脈。まあ、中間の真ん中にもあるらしいんですが、今日は右肝動脈と左肝動脈ということにしましょう。もうじゃあ左ですね。で、こっちが右の方ですね。本当は真ん中もあるんですが、今日は置いときましょう。これが相肝動脈からの固有感動脈からの右肝動脈、左肝動脈っていう感じです。 で本当はね、この肝動脈っていうのは中で分かれているんですがこう見えないのでこういう感じで相関動脈っていうのは流れていってますよっていうことなんですねでこの肝臓に関わる静脈を語る前にこれ他の動脈も語っておかなくちゃいけないんですねこの副大動脈から今度こっちに来ますこれね、まあ、腸を表してるのがこれね1本だけにしてるんですがこれざっくりという。 小腸とか大腸をまあ表した腸の塊だと思ってください。ねこれにねずっと動脈が行ったり静脈が行っているというモデルを書いています。で上の方腹腔動脈から分かれた、えー、腸に関わる上の方の動脈を 上腸管膜動脈と言います上腸幹膜動脈は小腸だったり盲腸の方だったり上高血腸横高血腸だったりっていうこういう感じであってこういう感じで大腸がありますねでここにいろいろ小腸があるわけですよ小腸があって、まあ、ここにちょっと盲腸まあ注水というか盲腸がありますよねで大体下高血腸に行くまでここの部分でこの部分全体っていうのを上腸管膜動脈っていうのは司さどっています で、上腸肝膜動脈というのがあれば今度は下の方に行くとじゃあこれ何動脈かというと。 下腸管膜動脈と言います。で、下腸管膜動脈っていうのはちょっと色を変えまして、こう下向結腸とか、あとはそうですね、S 状結腸っていうこんな感じになっている S 状結腸、そして直腸のま上の方、S 状結腸だったり、直腸の上の方の血液をこう送っていますっていう感じなんですよね。まあ、こう言ってます。下腸管膜動脈っていうのがありますね。 で、ここから静脈の話になっていきます。ここから大事ですよ、これね。静脈っていうのはすごく大事なんですね。肝臓へ流れていく静脈っていうのは、どっからの血液を吸い上げてるかっていうと、これね、これ、これ、膵臓ですよ、膵臓。膵臓の方から静脈を持ってきますと、で、大体ね、膵臓の役割っていうのは、ホルモンの分泌だったりするんで、インシュリンだったり、グルカゴンっていうのをこれね、静脈に乗せて持ってきます。この静脈、臓からの静脈っていうのは、これね、脾臓。これ脾臓ですよ、脾臓。 脾臓です非常脈と言いますこれ非常脈ね非常脈に流れていって膵臓にかかる静脈っていうのは非常脈に合流をしていきますこれ非常脈ですね非常脈ですで E の方からも血液持ってきますこんな感じででこれは胃、e、の静脈もいっぱいあるんでこれそうですね例えば右胃、e、静脈だったり 左胃腸脈からが、まあ、血液をこう持ってくるんですね。まあ、胃の方から血液を持ってきます。そして、そして、そして、 まあこれ上腸管膜動脈でしたねで上腸幹膜動脈由来からのまあ血液を持ってくるのが上腸管膜静脈なんですね。上腸幹膜腸脈っていうのは上腸管膜動脈が、ねえー、持っていた血液っていうのを持ってきますじゃあどの辺から持ってくるかっていうと、ね、上高血腸だったり盲腸だったり小腸だったり横高血腸っていうこの辺りの血液っていうのを上腸管膜静脈っていうのはこう吸い上げてきますよと。 で、下腸管膜静脈ですね。こいつが下腸管膜静脈として、下腸管膜静脈っていうのはどこから持ってくるかっていうと、下降結腸だったり、S 状結腸直腸の上部ですね。で、これが下腸管膜静脈とします。こんな感じで肝臓へ流れていく静脈っていうのは、例えば水蔵、すい臓、分泌系ですね。インシュリンとかグルカゴンを持っていくと。で、これ、脾臓。 脾臓っていうのは血液を壊したりとか赤血球とかいろんなこう血液系に関わるところなんですねで胃、まあ、消化ですよねで大腸小腸っていうのも消化ですね、まあ、消化器系のほとんどと、まあ、直腸の下部とかチューブを除いたらね消化器系のほとんど、まあ、内分泌系だったり、まあ、血液系っていうとこからの静脈を持ってきますでこの静脈一方になったこの太い静脈のところを何というかというと 門脈というんですこの門脈すっごく大事なんです。で、この門脈ね、どっかでここ、門脈がね、滞ると、門脈圧亢進症っていう病気になっちゃうんですね。その病気のメカニズムだって色々あるんで、ここではお話はしません。で、この門脈っていうところから肝臓の中に入っていって、こう色々ね、栄養とか、これから持ってきたね、インシュリンとかグルカゴンとか、あと栄養素ですね、胃とか小腸とか大腸で分解した栄養素だったりを持ってきて、肝臓で代謝をさせるっていうね、まあ 動脈がねいいっぱいあるわけですよこうやって静脈動脈っていうのがでこう来てこう来てこう来てでこう流れていくわけですねその血管っていうのはでここのこと何というかというと肝腸脈というんですねだからもう肝臓っていうのは胃とか小腸とか大腸とか膵臓とか脾臓とかっていうところから血液を持ってきていろんな仕事をしてそっからまあ肝静脈になってか大静脈の方に行って。 でまあ、心臓の方に戻っていくってていいくう感じなんですねこれだけ見てもめちゃくちゃ多くのところからえ肝臓っていうのは静脈を吸い上げてくるんでまあこれはね例えば看護学を専攻にしている人とか医学部に在籍している人もしくは他にも内臓器に興味がある方の参考になればと思います今日は肝臓の解剖学や肝臓の循環についてお話をしました今日は以上ですありがとうございました